今週のスバ推しをご紹介します。市川さん、今回はどんなお車でしょうか？はい、今週の G パーク伊勢崎のスバ推しはこちらのインプレッサ G4 です。教科書はこちらです。内装星2つ半、外装星3つ、総合評価5点のお車です。2019年式の高年式、2年で1万1000キロと低走行距離数、第三者の総合評価も5点と高評価な1台となっております。それでは詳しく見ていきましょう。今回のスバ推しはインプレッサ G4 ということですが、これまでのスバ推しでもあまり登場したことがない車種ですよね。そして評価点も5点と高いですね。はい、そうなんです。非常に高評価なお車です。皆さんインプレッサというとスポーツワゴンのイメージが強いと思うんですが、 G4 はインプレッサのセダンモデルです。ところで小野さん、普段周りの車を意識的に見ることってありますか？はい、スバリズムを始めてからはスバル車は意識するようになりましたね。そうですか、ありがとうございます。まあ、実際にお車好きの方でないとなかなか周りの車を意識的に見る方って少ないと思うんですが、私は免許を取得してから約20年ほど車を乗ってきておりますが、昔と比べてセダンタイプの車が少なくなったように感じてます。そうなんですね。言われてみれば街中を走っている車はワゴンタイプだったり SUV の車が多い気がしますね。そうですね。実際昔と比べてセダンタイプのモデルは自動車メーカー各社生産が少なくなってきていて、人気のある SUV やワゴンタイプのモデルが増えてきてますよね。ただそんな中でもセダンが好きな方ももちろんいらっしゃって、実は私もその一人なんですけど、セダンタイプの中古車を探そうとするとなかなか数がないのが現状なんです。そうなんですか。なのでこの G4 は希少な車で、なおかつ状態も良い1台ですのでおすすめなんです。それならセダンでお探しの方はお早めにご検討いただきたいですね。こちらの G4 グレードから教えてください。グレードは G4 の最上級グレード 2.0ISI サイトです。このグレードは17インチアルミホイールやサイドシルスポイラー、アルミパッド付きスポーツペダルなどスポーティーな見た目と上級装備を備えたハイクオリティモデルです。はい、さらにインテリアの高級感がぐっと高くなるホンガーシートのメーカーオプションも装備しておりますので、高い質感を求めるお客様にもおすすめですよ。確かにスポーティーでかっこいいお車ですよね。それでは内装を見ていきましょう。これが先ほどおっしゃっていた本革シートですね。確かに高級感を感じますね。はい、そうですね。本革シートですとやはりこの触った感触っていうのが非常に滑らかで高級感がありますし、あと本革シートは蒸れるイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うんですが、よく見ていただくと小さい穴が開いているのが分かると思います。はい、はい、メッシュ状になっておりますので、まあ、蒸れを軽減してくれる非常に快適なシートですね。なるほど。さあそれでは実際に座り心地どうなのか失礼します。座り心地もとてもなんかこうしっかりとしていて包まれるような感覚がありますね。はい、そうなんです。このグレード 2.0IS と非常にスポーティーなグレードですので、やはりこうスポーティーに走られる方も多いと思います。はい、でシートをよく見ていただくとサイド部分がこうグッと盛り上がっているのが分かりますか？はい、これで体をしっかり支えてくれて、カーブなどで体がぶれる時にもしっかりサポートしてくれますのでまあこれがやはり長時間運転しても疲れないようなシートになってますね。本革というとこれからの時期だとこうお尻が座った時に冷たいかなと思ったんですが、はい、しっかりシートヒーターもついていますね。はい、そうなんです。ちゃんと運転席、助手席、あとは高い温度低い温度で調整できるシートヒーターも完備してます。このハンドルのあたりも本革ですか？そうなんです。この本革のオプションを入れていただくとステアリングハンドルですとか、あとはシフトノブ、あとはこのドアの内側、ドアトリムに至っても本革の仕様になりますので、全体的に非常に高級感が出る内装になります。これならドライブをしていても気持ちも上がってきそうですし、しっかりロングドライブも体も疲れなさそうですよね。そうですね。
もちろんスバル車はこうご覧になっていただいてお分かりだと思うんですが、視界性能も非常に良好ですので、見晴らしの良い視界とこの疲れづらいシートでロングドライブも目いっぱいお楽しみいただけます。最近ニュースなどを見ると紅葉の便りがちらほら届いていると思うんですけれども。そうですね、小野さん、いい季節ですけれども、どこかドライブ行きたいなとかってありますか？そうですね、今もう紅葉どこ行っても綺麗だと思うんですが、はい、日光とか行ってみたいなと思いますね。日光いいですね、うん、インプレッサ G4 はこの前のお席はもちろんなんですが、後席もフロントシートの形状を工夫して十分な足元のスペースを確保しています。あとは後席にもカップホルダー付きのアームレストを完備しておりますので、後ろに座られる方もゆったりお過ごしいただけます。例えば友達ですとか、あとご家族でお出かけされる場合でも、全員が快適にロングドライブも楽しんでいただけると思います。そうなんですね、家族4人で旅行に行ったりすると荷物も多いですし、その分お土産もたくさんいっぱいになってしまうんですが、そういう荷物やお土産乗せるスペースってあるんですか？はい、皆さんやはりセダンですと同じような意見の方多いと思います、はい、荷物乗るのって方が多いと思うんですけど、このインプレッサ G4 のトランクルームは460リッターの大容量を確保しております。たくさんのお荷物を積むことできますので、ご心配は不要です。大きさにもよるんですけれども、旅行用のスーツケースなら4つまで、あとはゴルフバッグも4つ積載可能です。あとはリアシートを倒すことでトランクルームも拡張できますので、大きなものですとか長いものも積むことができます。あと実は私が個人的にこのセダンのトランクルームならではのメリットを感じているところがあるんですけど、はい、小野さん何だと思いますか？何でしょうか？外から荷室が見えないことでしょうか？はい、もちろんそれもあります、その他のメリットとしては、この室内居室と荷室トランクルームを完全に分けることができるということなんです。例えば私も休日に産直センターなどに野菜を結構まとめて買ってくる時があるんですけれども、例えばワゴンタイプのお車の場合、大体多くの方はラゲッジルームに積まれると思います、はい、ワゴンの場合は居室とラゲッジルームをこうトノカバーみたいな仕切りで分けることはできるんですけれども、完全に空間を分けることっていうのはできないんですね、はい、ですので基本的に室内もラゲッジルームも居室と同じ温度になるんです。あまり温まってほしくない食材も冬場だと室内の暖房で温まってしまうんですね。これは涼しい時期に限るんですが、セダンの場合はトランクルームには居室の暖房の熱が行きませんので、あまり暖かくなってほしくない野菜ですとか果物も気にせずに入れることができますよね、うん、あとは例えばネギみたいなちょっと匂いの強い食材を入れるような際も、トランクの方が居室この室内に匂いが回ってこないので気兼ねなく積むことができます、はい、逆に暖かい時期っていうのはクーラーの効いた室内の方がいいので、まあ、その場合はリアシートを実はこう倒すことができる機能がついてますのでね、そういったものでトランクスルーにするという手もありますから、何かと便利に使えちゃうんです。こちらのインプレッサでしたらセダンでも使い勝手がいいんですね。はい、そうなんです。インプレッサ G4 はセダンが好きなんだけど使い勝手にちょっと不安があるなという方にもおすすめできる車種です。その他さまざまな安全装備などもご紹介したいものまだまだあるんですが、詳しくはご来店いただいてご確認いただければと思います。これからの季節ね、非常にドライブも気持ちよい季節ですので、皆さんお出かけいろんなところにしていただけると非常に楽しい思い出ができると思いますので、お待ちしております。はい、ありがとうございます。それではお車の詳細をお願いします。2019年式で走行距離数がおよそ1万1000キロ、2022年11月まで車検がついております。では安全装備について教えてください。ぶつからないための機能はプリクラッシュブレーキ、後退時ブレーキアシスト、オートマ、誤発進、誤更新抑制制御がついております。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、車線中央維持がついております。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクション、ハイビームアシストがついております。それでは注目のお値段をお願いします。
はい、消費税込み202万4千円です。なお、諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。今週のスバ押しはインプレッサ G4 2.0IS アイサイト、お値段は202万4千円です。詳しくは G パーク伊勢崎0270-40-6363までお問い合わせください。今週のクイズです。市川さん、お願いします。はい、今週のリズムクリップで紹介したキャンプ特集準備編では、スバルの何の車種に荷物を積み込んだでしょうか。ヒントをいただけますか。はい、ヒントは、ラインナップの4号車にも登場したスバルの人気の SUV で、直訳すると森の人という意味になります。はい、カタカナ6文字です。わかりました、ありがとうございます。ではここで番組をご覧の皆様に素敵なプレゼントのお知らせです。クイズ正解者の中から抽選で3名様に、新井俊博選手サイン入りスバルオリジナルボックスティッシュカバーをプレゼントいたします。応募方法はご覧の通りです。はがきの場合、郵便番号 371-8548 群馬テレビスバリズム係までお送りください。皆様、ふるってご応募ください。皆さんのご応募お待ちしています。それでは今週の6台を振り返りましょう。1号車は2016年式ステラカスタム R スマートアシストCVT、 お値段は90万2千円です。2号車は2020年式ステラ L スマートアシスト CVT、 お値段は99万円です。3号車は2014年式スバル XV 2.0IL アイサイト AWD CVT、 お値段は149万6千円です。4号車は2017年式フォレスター 2.0IL アイサイト AWD CVT、 お値段は206万8千円です。なお、4号車は今日明日ご成約の方にグラスコーティングガードコスメ SP を施工して納めさせていただきます。5号車は2019年式レボーグ 1.6GT アイサイトスマートエディション AWD CVT、 お値段は248万6千円です。6号車今週のスバ押しは2019年式インプレッサ G4 2.0IS アイサイト CVT、 お値段は202万4千円です。詳しくは G パーク伊勢崎0270-40-6363までお問い合わせください。